ロサンゼルス時事、北米アイスホッケーリーグ、NHL のプレーオフは3日、各地でカンファレンス準。決勝、7回戦制、2試合が行われ、東はペンギンズがキャピタルズを 3-1 で破り、2勝2敗とした。西でもプレデターズがジェッツに 2-1 で競り勝って2勝2敗、時事通信社。